さあ次の投球、投げた、打ちました、福田掴んだ、あっと送球それた、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番石井、初球引っ張った、ヒット、打球が転がっている、ボールはセカンドへ、石井いいバッティングを見せました。ドラゴンズサヨナラのピンチとなりました。バッターは途中から入っている市川、ドラゴンズ一打サヨナラのピンチを迎えています。第2球ボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、リンロー際どい球、ボール、わずかに外れました。カウントはツーボールワンストライク、投げた、まっすぐ空振り。さあ5球目、スライダー、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。9回の裏が終わりまして1対1、試合は延長に入ります。試合はこれから延長に入ります。先頭バッターは福田、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、流し打ち、どうだ、中田下がっていった、ファウルボール、顔の前通過。第3球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、中島バックしていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。先ほど代走に起用されましたバッター荒木、これが初めてのバッターボックスになります。カーブ見送ってストライク、初球ストライクから第2球打った、石井ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは代打遠藤、第1球投げました、初球外れてボール、第2球ストレート見送ってストライク、第3球まっすぐ見送ってストライク、さあ4球目、打った、当たり損ない、中島取った、アウト、スリーアウトチェンジ、マーク下位打線を三者凡退0点に抑えています。延長10回の表が終わって1対1、又吉降板、マウンド上ピッチャーは田島、今日4番手としてマウンドに上がります。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番中島、ドラゴンズこのバッターだけは塁に出したくないところ、投げました、外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、3球目空振り、タイミング合いません。次が4球目、投げました、打ちました、センター落下点に入りました、取りました、これでワンアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って西川、投げました、スライダーボール、これはわずかに外れています。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール、カウントは2ボール。第3球を投げた、見送ってボール、わずかに外れました、カウントは3ボール。第4球を投げた、インハイ見送ってストライク、ここは1球見送ります。第5球投げた、スプリット外れた、フォアボール。バッターは2番松本、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、ボール、一塁牽制、タッチセーフ、投球これから2球目、危ない球、第3球を投げた、ストレートはストライク、一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を一塁ランナー走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、ランナーを進められてしまいました。ドラゴンズ外野は浅めの守備を取ります。打ちました、サヨナラか、松本のナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。となりました。ドラゴンズここで前進守備をします。
投球これから2球目ボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げました、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球は打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、サヨナラ。勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1ファイターズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は敗戦投手は田島、実況担当は堂前秀夫で札幌ドームからお伝えしました。